はじめにお話しいただきますのは、診断の最前線とのテーマで、北里大学東病院消化器内科の岩井智久先生にお願いいたします。よろしくお願いいたします。<laughs> 北里大学東病院消化器内科の岩井と申します。今日はこのような場で発表させていただく機会を与えられたことに、関係者の方々に審査いたしたいと思います。 で今日の内容ですけれども、すいがんの動向、それから膵臓はどこにあり、どのような働きをしているか、こは膵がんの診断法、実際の症例提示、それから膵がんにかかりやすい人は、そして最後に膵がんを早期に発見に見つけるためにということでお話しさせていただきます。で事前の,あの資料ありますけれども、ちょっといろいろとあのスライドを加えておりますので、ご了承ください。 こちらは日本人の2009年のがん統計ですけれども1950年代この頃は結核や肺炎といった感染症で亡くなる方が大部分でしたけれども近年は悪性新生物いわゆるがんによって亡くなる方が一番多いということは皆さんご存知のことだと思いますでがんによる死亡者数1位は肺がん2番目に胃がん 肝肝内胆管がん、まあ、これはいわゆる原発性肝がんというものですけれどもそして結腸がんそして5番目に膵いがんというのが上がってきますで各種がんによる死亡の年次別推移ですねでこれ見ると右肩上がりのものが肺がんそして膵いがん結腸がんこの3つが今日本で非常に増えてきているがんだということがわかります。 で、男性、女性見てみると、お水がんというと、高齢の男性の病気というイメージでしたけれども、女性も近年非常に増えてきています。で、まあ、数で比較すると、1950年と、と比較して、男性が45倍、女性で68倍という数になっております。でここで、水臓の場所ですけれども、お、水臓というのは、 胃の裏側、そして腰椎の前側に位置しまして、十二指腸と膵臓,、えー、膵臓に囲まれます。で、拡大しますと、長さが約15センチ、上下の幅が5センチ、厚さは2センチということで、左右に細長い臓器、いわゆるおゃくしのような形をした臓器です。 で水蔵と周囲のの臓器の関係ですけれども、胃や肝臓を栄養する腹腔動脈あるいは腸管を栄養する上腸管膜動脈そして肝臓から門脈へなあごめん、ね、肝臓へ流れる門脈という大事な血管がすぐ膵臓の後ろを走っております。でこれらの血管との関わりやで手術の適用の大きな要素となります。 また水頭部においては水内胆管というものがありますし膵臓の頭のところには十二指腸というのがこのようにぐるっと取り巻いております。そこで水内胆管に進展すれば横断そして十二指腸に進展すれば消化管閉塞ということが早期に起こります。 そして腹腔、えー、神経層、えー、というのがこの腹腔動脈の周囲にありますけれどもここに進展すると、まあ、腹痛、肺部痛そして交感神経がダメージを受けると、まあ、下痢という症状が出てきます膵臓の働きですけれどもお主に3つです胃酸の中和それから食べ物の消化血糖の調整です。 十二指腸え分泌されるこの水管という管を通って十二指腸乳頭からすい臓12指腸分泌されるこういったものを外分泌機能と言いますそして血液中にこのランゲルハンストという細胞から分泌されて血糖などを調整するホルモンを出すこういうのを内分泌機能と言います。 で実際の具体的な膵臓の酵素いわゆる外分泌機能の消化液ですけれども炭水化物を消化するものがアミラーゼタンパク質を消化するものがトリプシンエラスターゼそして脂質がリパーゼホスポリパーゼそういったものが消化液として分泌されていますでここで膵い臓がん、まあ、簡単にまとめますと難治性がんの代表診断治療ともに困難とされていますで60歳以上の男性に多い そして年間約2万8000人が罹患し、本法では、まあ、統計がしっかりしていると思われる20年間で比較しても2倍に増えております。で競技には、水管由来の浸潤性水管がんということで、全体の90%から95%を占めています。これは、外分泌細胞由来の浸潤性水管がんと言います。そのほかにも IPMN、まあ、IP MCN、腺 MC 胞細胞がんというものがあります。 あるいは、内分泌細胞由来のものとして、水内分泌癌というのがあります。記憶に新しいところでは、アップル社の CEO のスティーブ・ジョブズ氏が、まあ、水臓癌で亡くなったとよく言われますけれども、水内分泌癌ですね。まあ、これら私たちはしっかりと区別する必要があるんですけれども、それは手術の適用、あるいは化学療法、抗がん座の種類が全く異なってくるからです。 すい臓がんの病気、いわゆるステージというものですけれども、がん細胞の広がりの程度によって、がんの進行具合を判断します。よく TNM と言いますけれども、T というのは、テュー,ーはですね、原発性腫瘍の進展範囲、まあ、水内にあって2センチ以下であれば T1、水内にあっても2センチ以上であれば T2、すい臓の外へ進展していれば、いくら小さくても T3、あるいは大血管、隣接臓器に浸潤していれば T4 ということになります。 で、水内に減極してリンパ節点もなければステージ1ですよということがわかりますし、え、いくら腫瘍が小さくても三群のリンパ節に転移している、あるいは肝臓や肺などに転移している場合にはステージ 4B ということになります。 でこちらは当院における過去25年の膵がん経験した症例ですけれども千、約1000人の方がいらっしゃいました。このうちの手術をした方というのは約18%、残りの80%の方は残念ながら手術非適応とされた方々です。で、この手術された方の中でも TS1、これはティモールサイズで2センチ以下のものはわずか3%というのがこれまでの実情です。 で、いわゆる小水岩、まあ、ツモールのサイズが2センチ以下というものですけれども、水岩に、いわゆる早期水岩、予後がいいですよというものの定義はありません。で、まあ、参考として TS は2センチ以下の水臓んの頻度は全体の3から10%。これかなり施設によって違いがあります。これは、 外科の先生が主体のところであれば、まあ、最初から手術をされない患者さんは紹介されないことが多いでしょうし、すべてを内科のところが見るところでは、そういう方もすべて含まれているので、まあ、幅があります。TS1 膵がんのうち、ステージ1、つまり膵臓の中に原曲してますよというのは、そのうちの2割から3割に過ぎません。でこれですね。そうすると、膵臓がん全体のうちのステージ1というのは、約全体の1から3%ということになります。 でなぜこのようなことを言うかというと t s は2センチという基準だけだと5年生存率およそ30%と言われています。で、そのうち膵臓の中に減軸していると5年生存率、いわゆる治りましたと言えるのはこれでようやく半分なんですね。そういうことで膵、まあ、がんの予防を改善させるためには腫瘍径1センチ以下あるいはステージ値で発見することが重要と考えています。 で、診断法ですけれども、臨床症状、血液検査、腫、ま、瘍、あ、マーカー、それから超音波 CT、MRI、超音波内視鏡、ERCP、PET などがあります。 でえー、こちらも当院で経験した約900,000人の方で、えー、取れた情報が取れた方ですね膵がんの自覚症状これ3番手ですけどおしっこが黄色くなるあるいは全身がかゆくなる横断というものあるいは食欲不振体重減少こういうものがあると、まあ、何か悪いものがあるんだろうなということは想像つきますけれども第2位が肺部痛ですねそして第1位が、 でご覧のようにすいがんに特徴的と言えるものではないんですねでよくあるケースがあーお腹の調子が悪い胃カメラをやったけれども異常ないですよでは背中が痛いのであれば整形外科へ行ってください骨に異常ないですよでその後34ヶ月して我々の施設に来る方非常に実際多いですですから、まあ、お腹が痛い肺物そういう時にすい臓の存在も意識していただきたいということがあります で2センチ以下の膵がんの特徴ですけれども、当、え、院、ーまあ、で全体で30例ですね、腫瘍の極剤ですけれども、ご覧のように頭部、体部がほとんどで、微部は残念ながら見つかっておりません、で2センチ以下で膵臓に原曲しているステージ1の割合は9例、およそ30%ですで、2センチ以下でもステージ 4A、腫、ま、瘍、あ、な血管などに進展している局所進行がんというのも4例ありました。 で特徴的なのは自覚症状ですね、1位が横断ということになって、その後、腹痛、肺部痛となっておりますけれども、まあ、裏を返せば、水蔵臓がんのできた場所が単管に近くて、早く横断が出てきた方、そういう方がまあ幸運にも小さい段階で見つかっている、そういうのが実情です。 で次は血液検査による発見、代表的な腫瘍マーカー、CA199 というものですけれども、水管、胃、大腸など、いろんな粘膜に存在する、まあ、タンパク質ですけれども、これらは良性の炎症、あるいは訴えなどによっても醸造します、ただ、まあ膵臓がんに対しては非常に有効なマーカーとして挙げられています。 でその他にまに、あ、CEA、そして DEPAN2、これは、まあ、CA99、皆さん上がるわけではなくて、ルイス抗原というタンパクがない方、約日本人1割いると言われてますけれども、そういう方に CA199 を測っても上がりませんので、そういう方には DEPAN2 を測ります。その他、ス SPAN1 という、こちらも非常に感度が高い用マークがあります。 でさらに良、えー、性でのごめんなさい疾患での陽性率いわゆる偽陽性というのが低いということで、まあ、こちらも非常に有用なマーカーであります腫瘍マーカー以外にも膵臓の酵素ですね先ほど出したアミラーゼリパーゼエラスターゼといったものが、まあ、局所の膵い炎を反映することによって一過性に上がることが分かっていますでこちらも当院での腫瘍マーカーですけれども CA99 が全体で8 0スパンワ1も 75%CA は37%と低いんですけれどもお、まあ、この99と CA あるいは CA とスパンワ1組み合わせることで90%ほどの陽性率になっています。でまあ小さながんですねそれであっても約半数例で99あるいはスパン n 1というのは上がっています。